向井はささめちゃんが仕込んだ薬のことを見抜いたんだってばよ。とした時、裏切り者と言ったろう。それで気づいたのよ。身に入り込んだ時、我らの中にもその力を利用し取りました。ふん、それでお前たちは里を追われたのです。一度復興の邪魔をする裏切り者として、オロチマル側についた一派とつながりがあると踏んだってわけさ。愚か者！おい、エロセニー、ちょっと待ってくれってばよ。ダメに、そうなんでしょ。すみません、ジャンは、いとこのお兄ちゃんに会いたい一心で、許してあげてください。このまま無罪放免というわけにはいかんの。俺は、ささめちゃんが嵐兄ちゃんと会えるよう力に。ヤヤ様、私も。まあまあ待て。何もささめを取って嵐を探しに行くのではないかと心配しておったぞ。わしらを待つ、それがお前に与える罰じゃ。半崎のやつがスナック風までいろいろスペシャルサービスをしてくれて。直して損した損した損した。おいおい、たまにはいいじゃないか。です、あとはわしらに任せておけ。ささめちゃんは出前を。いつまでも調子に乗ってるんじゃないの、バカナルト。あそこに一つらしいな。待ち伏せられていたら狙い撃ちよ。つっても目立つ、まず目立たない奴を出すとしよう。よカエルだ。カマキチ、いやちょっと偵察を頼みたくての。おい、カエルってどうしても気持ち悪くて。入り口に仕掛けはないようだな。どうしよう。待て。何だってばよ。こういう時こそ慎重だ。よし。何？気分の問題だの。半時の後、さくら、お前たちは一緒に行動するがいい。かかるんだぞ。わかりました。こっちに行ってみ。じゃあな。ふん、お城にの誘っておるの。ならばその誘いに乗ってみるのも一気。遠方より客人が。さしずめこり妖怪の類だろうて。タヌキかキツネの。ほう。こっちの通路は当たりらしいの。気をつけろってばよ。どんな仕掛けがあるかわかんねえからな。こんなの仕掛けるかだってばよ。待てるな。私のせいで誰か出せなくなっちゃった。何よ、紛らわしい悲鳴をあげるから。助かった。私が先に行く。どんな思考を用意してあるんだ。いつでもかけようというのか。音浴は客人のため。奏でる。ねえ、私の最後の使命。こんなところ抜け出さなきゃ。影分身の術加速せばよ。チャクラを塗って螺旋岩を作るんだ。無茶やな。なんとかしなきゃ。ちょっと避けてばよ。なんならナルトじゃが。もう流されてきたんだけ。やっぱり戻った方が。
その声はカブト。皮肉なものだね、ここまでたどり着くなんて。一人じゃないわ。サスケ君のことよりナルト君とジライア様の心配をした二人はこの世にいないかもしれないけどね。まさかはどうかな。いつもみたいにまた君がナルト君の足僕の攻撃が怖くて柱の影から出られないのかな。うん、私だって頑張り身の術サイエンティス負けはやるやっぱり君はこの程度か。焦るわけにはいかないんだね。オルチマル、さあ始めようじゃない。ケゼッ、これはどうかな。まさか終わりなのよ。と張ってもお見通しだわ。お前はもう。かわいそうに始末してあげなさい。はい、サスケ君のためなら何だってする。だからお願いだ。うざいな。行かないで。待って。ん、何か。サスケ君はどこに。まさかもうあなたのその肉体はサスケ君の。教えてあげなさい。遅かったんだよ。オロチマル様はサスケ君を待てず、次オロチマル様は次なる転生の機会を待つために受引に耐えられるわけではない。耐えられずに死んだんだよ。そんな嘘よ。というか、これから死んでゆく君を。約束したら諦めねえのが俺の人道だってばよ。サカちゃん隠れた。こっちだってばよ。こっちもクマイを使い果たしたんだ。レイフットシップシング。本当のことを言えってば。なんだってばよ。体が動かねえ。これはそいつはちゃんと糸を巻きつけさせてもらったのさ。そしてそのチャクラを糸をしてナルト君、君に絡まった糸は経絡系を通じ、ほら聞こえるだろう、僕と君と無駄だよ。今僕たちの心臓は肩チャクラが君の心臓を支配したんだよ。早くなる。そして僕の心臓の鼓動が止まるとき、あなたも死ぬわ。そうさ。でもどうってことない。この心臓を握りつぶせば、この心臓を握りつぶせば君も。ナルト、どうだい、心臓をわしづかみにさ。切るのはこっちよ。糸は切ることなど不可能なんです。ちぎれない。ナルトが苦しんでるのに私何もできない。俺は絶対負けねえ。
じゃあ一緒に死のうか、サスケくんも。水が流れ込んできたんだ。天井まで水が届いた時、必死に蓋を開けようとしたんだけどさ。ジライア様からは半崎の元へ行くように言われてたんだけど。いや、すまんな。カエルが喋った。くわけねえんだけどな。もう。でも。チャクラの意図は、私たち風魔忍法の奥義中の奥義。こいつは風魔の上忍です。ささめちゃん、出せてもらったのです。お前ってば、オロチマルに騙されてんだ。オロチマル様は今一度、我ら風魔。まだそんなこと言ってんのか。せめてささめちゃんには本当のことを知。あそこからし、仲の良い二人だったわ。カゲロウ様。会います。うん、ええ根性してるぜ。よっしゃ、じゃあ一緒に行くって。ささ。出てあるかもしれない。俺に任せろってばよ。あの時だね、ササメ。どうして嵐に。僕はもう。悪魔の上忍の技と肉体が一つに集められてる。僕は巣の最高の忍術を見せてあげるよ、ササメ。やつだけは絶対許さねえ。ああ、サスケが死んだなんて信じねえ。誰と。俺がサスケを連れ戻す。そう約束したんだってばよ。だった昔の僕なら本当のことを教えちゃうかもね。嵐、忍法試着靴で生かされている肉の塊だ。さくらちゃんはもうササメちゃんの知ってる優しい嵐兄ちゃんとは別人だ。いやー、ササメちゃん、ごめん。危ない危なく奇襲できるチャンスだったのに失敗しちゃったね。足手まとい。ナルト、これくらいの傷どうってことねえってばよ。大丈夫、このぐらい大丈夫だってばよ。さくらちゃん、このやめろ、それ以上言ったら。言わん。ジグモ、お前たちのチャクラを僕に。なんで嵐兄ちゃんのあの技を。あれはウーマニント自爆マンドラ。された人間は消し粒ほどの塊にまで押し潰されるね。何も
昔の嵐兄ちゃんに戻って。嵐兄ちゃん。惜しかった。風魔の一族をもう一度日の当たる場所に。もういいの。もう、帰ろう。なことない。苦しいんだ。ささくを。よ。いけよ、スラお前が死ぬか。ささび。怖いのは何もできず。どんなことがあっても。今のお前に何ができる。ことを。ささめ、貴様。辛い思いをさせてしまったね。そんなことない。何ができる。何をしてあげればいいの。もう十分に。誰かの役に立つためだろうが、死んでもいい命なんて。走れ、坂田。遅くなってすまんの。こっちはこっちで大変だったんで、地上へ戻るぞ。じゃあ。大丈夫。気を失っているだけだ。僕たちに使命を与えたんだ。決して。ああ、生きている。オロチマルは3年後に乗り出す。兄ちゃん。おい、嵐。僕はさ。頼む。ありがとう。